ーさんこんにちは、シュータです。今回はレベル10で開放されるフリーマーケットの使い方について説明をしていこうと思うので一つよろしくお願いします。フリーマーケットはここ、フリーマーケットって書いてるところをカチッとクリックするか、アイテムを右クリックして、このアイテムを検索、もしくは関連アイテムの検索をすることによって、フリーマーケットの画面に飛ぶことができます。 フリーマーケット、こんな感じの画面になります。で、一つ注意する場所があって、この価格のところですね。ここがしっかりと安い順になっているかどうかっていうのを確認するようにしましょう。たまにごちゃごちゃになっていたりとか、高い順になっていたりするので、そうすると、あの、 うまくね、売り買いができなくなったりしてしまうので、ここが安い順になっているかは必ず確認するようにしましょう。もう一つ、えー、このフィルターっていうのが適切に機能していないと売り買いすることができないので、何かする前に必ずフィルターを設定するようにしましょう。フィルターの設定の方法です。このフィルターの通貨のところ、ここは、えー、ルーブルかドルかユーロなので、任意の設定にしておきましょう。 で数量状態、ここを一旦飛ばします、えー。ここ1時間以内に時間切れのアイテムのみを表示、ここのチェックは外していて問題ないです。次、えー、削除、物々交換これ。このゲームって物々交換という機能があるんですけれども、物々交換、もう死に機能で詐欺師しか使ってないので、この物々交換の機能は削除、つまりこのチェックを入れておくことを強くお勧めします。でオファー元 トレーダーからのみのアイテムを表示するか、プレイヤーからのみのアイテムを表示するか、それとも両方表示するか、デフォルト表記で両方なので、ここは任意の方で問題ないと思います。使用可能なアイテムだけを表示。これどういうことかっていうと、例えば武器って、あの全部のアタッチメントがきちんとついていないと、使えないよって赤く表示されてたりするじゃないですか。そういうものを表示するか、しないかの選択です。まあ、ここは好みでどちらでもいいと思います。で最後、選択したフィルターを記憶あの。毎回の検索にこのフィルターを 適用すするかかしないかって感じですねここのチェックは常に入れておくようにしましょう状態なんですけれどもここ何かっていうと新品かか使用済みを調べることができます例えばオーグだとか医薬品ですねこういうワセリンだとかゴールデンスターとかあの回復アイテムとかこういうのって何分の何っていうのが表示されてるじゃないですかこういうのを、まあ、どのぐらいの割合のものを表示するかっていうのがさっきの状態なんですよ 例えばこのキラーマを検索かけて、キラーマはこれ六十分の5だったりとか58分の57だったりとかの使用済み、耐久度が減っているものがありますよね。こういうものを検索したくないときは、このフィルターから状態のところをパーセントのみに変えて、えー、OK を押すと。この状態で検索をかけると、こんな感じで耐久度が MAX のものしか表示されなくなります。 適切なフィルターを設定し終わったら次に物を売っていく方法なんですけれどもこのアイテムを検索ってやってこんな感じでえいくらいくらだよっていう画面になるじゃないですかこの状態でオファーの追加っていうところをカチッとクリックして自分の売りたいものを選択で売りたいものと表示されている画像ここが同じかどうかっていうのを確認するようにしてくださいでこの状態でこの交換条件っていうところのプラスを押してえ金額を入力する画面に行きますこの状態でここに金額を適当に入力してこの下の追加を押すと 交換条件のところにお金の額が、ね、表示されます。 この状態でオファーを追加って押すともの、えー、を売ることができるんですけれども、えー、オファーを追加っていうのを押した瞬間に右の方のここの方にね自分のオファーが並びますこの瞬間に手数料がまず取られるっていうことを一つ留意するようにしてくださいじゃあオファー追加をしますね右上のこの金額から手数料が今差し引かれましたで自分が売ったものっていうのは必ずここの一番下の欄に出てくるようになっているんですけれども一回検索し直すとちゃんと値段の安い順番にこう並ぶので自分のが一番下にある売れないんじゃないかななんて心配する必要はありませんもし自分で 間違っったた出品をををししししてしまっててまここれを取り消したいいはこの削除を押すようにしてくださいで自分が売ったものっていうのはここのマイオファーっていうところにこんな感じで表示されているので自分が何を売ったかっていうのがね分かんなくなったりだとか回収したい時とかっていうものを削除して回収したりするようにしてくださいえ次に関連検索をマスターしようって話をしていこうと思うんですけれども例えばこの SA58 で関連検索をかけた場合この SA58 に付くアイテムっていうのがこんな感じで全部 関連アイテムとして出て出きます。今回はストックのところを見ていこうと思うんですけれども SA58 につくストックはいろいろ種類があるんですけれどもこんな感じで元々ストックとしての体を成しているものとバッファーチューブのようにこれ単体だとストックとしての機能にならないさらにここにね後ろに棒をつなげてストックを装着する3段階方式のアイテムとありますバッファーチューブであればこのバッファーチューブの後ろにさらにこの CST っていうね 長い棒を装着して、さらにこの後ろにストックをね、装着するんですけれども、ここの関連検索には CST と CST にくっつくストックっていうのは出てきてないんですよね。 これどういうことかっていうと、この図みたいな感じで、検索をかけたアイテムと、そのアイテムにくっつくものだけが表示されて、さらにここからもう一つ進んで、表示されなくなっています。なので、あれこの人の装備と同じものを作りたいんだけど、検索で出てこないなっていうのは、こんな感じで、一段、二段、先に進んだ場所に、その人の付けているアイテムがあることがよくあります。この問題が起きるのって、ストックであるケースがかなり多いので、お目当てのストックがない場合っていうのは、こういうような状況になってないかっていうので、ね、 入するよううにしましまょうもう一つ例を出していこうと思うんですけれども、このダストカバーっていうのがあるじゃないですか、このダストカバーっていうのは、SA58 の本体に付つけるものですねで、さらにこのダストカバーの上にサイトを乗っけるじゃないですか、なので、このダストカバーで関連検索をかけた場合、出てくるのは、ダストカバーがつくものと、ダストカバーにつけるものの2つが出てきます。 実際にダストカバーで関連検索。そうすると、これがダストカバーの関連検索で出てくる項目です。これがダストカバーに乗っけるサイト、ダストカバーに乗っけることのできるマウント、で最後、ダストカバー本体を乗っけることのできる銃というのが出てきます。 こんな感じで上と下があるものに関連検索をすると下のアイテムと上のアイテムがまとめてドバッと出てきてしまうので目的のものはしっかりと条件をつけて探すようにしましょう例えば乗っけているサイトを探しているんだったらここの左のタブからサイトを開いてサイトの中でもさらにどの種類のサイトを自分は今必要としているのかっていうのをきっちりとね見極めて自分で載せたいサイトっていうのをね探し出せるようにしましょう だんだんね、使っていけば慣れると思うので、えー、この辺はね、うまく慣れて充実したフリーマーケット生活を送ってくれればなというふうに思うので、えー、ぜひ立派なタルコ風市民になってください。それでは今回はここまでです。お疲れ様でした。失礼します。